動画をご覧の皆様こんにちは、 DMC の森本です。本日は DMC 最強決定戦、人気投票2位の木村優馬選手に、お話をいろいろ聞いていきたいと思います。木村優馬選手どうぞ。どうも、DMC プレイヤーの木村優馬です。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ人気投票はすごかったね。接戦で1位になったり2位になったり8位になったりとかあったんちゃうかな。もう ドキドキやったんちゃう。いや、もう毎日すぐ手順が起きてるんでドキドキしながら1日めっちゃ緊張してました。なるほど。でも最終的に2位って素晴らしいですよね。いや、なんなら1位になりたかったです。いや、それでもやっぱり若い子らに、 DMC のプレイヤーの若い子らに期待がかかっているということをすごく痛感した、人気投票やったと僕は思っています。はい、うん、で、まあちょっと軽く自己紹介というか、いう形式でちょっと僕が質問していきますんで、ゆまくんは、年はいくつですか？18歳ですね。で、プロのツアーは、どこのツアーでやってるんですかね？まだ、1回目まで出たことがない。ごめん、聞こえない。聞こえないですか？プロのツアーはどこでやってるんだったかな？ジャパンですか？パーク？ジャパンですね。でもこれジャパンプロ取っていきなり出れてないという状況かな。そうですそうですよね。これはもう期待かかるやつやね。じゃあジャパンが再開した時になら初めてジャパンに出るということですね。そうですね。今、使ってるバレルは何ですか？DMC のストレートバレル、フェニックス。なるほど。普段の、で、この今の状況での練習方法とかいうのは何かありますか？練習方法、特には意識はしてないんですけど、うん、毎日一応動画を、その自分のフォームとか、その動画を撮って、うん、してた時に見直せるようにはしてます。ほな、動画はなんか撮ってみて、また上塗りで撮っていくとかじゃなくて、ずっと置いてるってこと、動画は。そうですね、ずっとゲーム、カウントアップやってるときは、こちらの動画を1回撮って、うん、で、どこが悪いかを、同じ内角できてるかをちょっと確かめたり、うん、自分が調子悪いときに見直したりします。なるほど、まあ、やっぱり僕らの世代と違って近未来的な練習方法やね。やっぱりね、こう動画を撮るっていうのは非常にいいと思いますよね。これまあプロツアーも、まあ一回も出てないということやけども、はい、自信はどんな感じですか？仕上がり的なもん。自信はちょっと今調子悪いんですけど、うん、でも出るってなるとモチベーションも上がるので、ね、そうやな、うん、頑張ります。なるほど。で、DMC 最強決定戦ってこう第2回なんですけどね、第1回は確認しました？見ました。まああんな感じとちょっと内容が異なってくるんですけども、はい、要するに今度はこうトーナメント式になるんで、はい、こうその代わりダブルイルミネーションっていう、そのあんまり若い子らには聞き慣れがしてないような方式で、1回負けてもまた敗者復活戦から上り上がれるというゲームやねんけども、はい、またそれも、まあ、詳しくは教えていきますけども、まあ、2回負けた時点でもう終わりということですね。そういうような、はい、トーナメント表でやっていきます。だいたい自信はどんな感じですか？最強戦に関しての。
最高戦に関してはどんな感じですか？先輩方々の、初めての人が多いので、はい、緊張したらちょっとまずいって感じです。緊張するよね、やっぱね、どうしてもね。なるほど。まあ一応、そしたら、最新の、ユマ選手の、ちょっとスローをちょっと今から確認したいと思います。最後に木村優馬選手、DMC の、最強決定戦の意気込みをちょっと最後に一言ください。そうですね、まあ、メンツの中では若いメンツに入るので、全力で一緒に試合頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。素晴らしい。以上、DMC の森本と木村優馬でした。ありがとうございました。神奈川県、星ヶ谷下部湯河原町に、あるダーツバー F&D とお店で、店長をやっています、このお店では、DMC の料金を主に取り寄せているので、ぜひ来てみてください。